谷野ギムレット、母カレンバレリーナ、牝馬関西、武秀則厩舎入厩予定。芝の中長距離で活躍したブライトボーイのゼンマイ、本馬はその兄によく似ています。姉黒船ビームスも堅実な成績を上げ、兄弟の成績は優秀。馬体は骨格がしっかりしており、体を大きく使った歩様は力強いものがあります。成長力のある血統でもあり、さらに変わってきそうな印象。芝ダートを問わず中距離以上で息長く活躍してくれるでしょう。